皆さんこんにちは。こんにちは。いよいよ今年も押し迫ってまいりました、桜も門館、今回はですね、まあ、あのスペシャルといっても、まあ、あのお話を伺うのは変わらないんですけれども、まあ2023年、令和5年の日本と世界、そしてまた、前回はこの本の話をしていただきましたけれども、次の世界どんな展開をするか、今年は総まとめというような形でですね、今年の日本と世界、大使にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ一言で言うと、大使の言ってたことがほぼ現実になってきた。陰謀だなんだとかですね、散々悪口を言っていた、私も言われてたんですけども、言ったことが現実として、そうです、まあ、実際にね、現実化してきた。これが本当にそういう年だった。ただこれが世界としていい方に向かってるのか向かってないかは別として、ただいわゆるグローバリストたちのやろうとしたこと、やりたかったこと、これが、まあ、プーチンという存在、その他を含めて、やっぱり世界の国々の人々から反撃を受けてるというような印象を持ったんですけども、大使もそういうね、一つの、まあ、グローバリズム、あるいはディープステートと言われるね、そういう流れがいよいよちょっとほころび、あるいは崩れ始めてんじゃないか、そういうのでこういう話も前回していただきましたけど、どうですか、今年からまとめていただいて。前回っていうか、この、本の帯に書いてあることが実尽きるわけですけど ね、そうですね、今年、まあ、これ繰り返しになりますけども、まあ、パラダイムシフトというかね、我々の今までの世界観というものが、実は根本において、根底において変わってるんだ、変わってしまったということですね。ところがご承知のように、それはタイムラグがあるから、実際多くの人がね、それに気づくのはもう少し先になるということだと思います。しかしもう底流は変わりましたんでね、もうディープステートが少々あがいてもね、それをこうせき止めるっていうか、あるいは逆流させることは不可能になったと、そのいい例が今の、ハマス戦争ですね、でウクライナで、はっきり言えば私は失敗したっていうか、負けたから、世論の関心をね、中東に向けると、これは彼らのお決まりのパターンなんですね。ウクライナっていうのは前の2014年もそうでしたけど、ウクライナでうまくいかなくなると突然世論の関心を、ね、中東に向けると、前回はシリアの、持って行って、アサドが悪いとこをやりだした、で今回は、ハマスが悪いとやりだした と、という、パターンを繰り返してるんですけどね、同じいずれにしても今回の ポイントは、ハマスディープステートが、プーチンに負けたと、だからそれを隠すためにっていうことでしょうね、あるいはそれをに気づかれないためにハマスとイスラエルの戦争に持っていったと、今までのところはね、そういう感じがする、ところがね、その通りになって、で問題はネタニヤフさんがやってることはじゃあ何なのかというと、結局はアメリカですらね、今の世界の世論ってのは変ですけど、の体制に、こう上がらうことができないと、その間を取るような形で、あれですよね、いかに安保理でね、国連安保理で拒否権使っても、ますますバイデン政権を追い詰められるだけだと、ネオコン政権がね、そういう状況にあるんだろうと、でその決着がまだ我々の、目に見える形ではまだついてないけれども、私としてはね、私的にはもうこの本で書いたように、いずれ彼らは、その中東でも負けると、そうすると次はどこかというと朝鮮半島だということになるんだと、だから来年は朝鮮半島有事に、注意しなければならないと、ここで書いてるんですが、この頃ね、そういうことをネットの一部の人が言い始めたと、アメリカでね、それでこれは水島さんもご覧になったんじゃないかと思いますけど、ブリンケンがね、この戦争でアメリカ儲けたじゃないかと、ウクライナ戦争で、実際そうでね、堂々と言って、実際そうなんだけど、今まで言ってなかったけど、ウクライナのためにと言ってたのがね、いや、アメリカの軍産複合体のためにやったんだよと、だから、ウクライナもだからその武器もらって、戦ってるから、ウィンウィンじゃないかなって、そんなバカなこと言い始めた。でね、
ということは結局ネオコンも追い詰められちゃったと。そういうことですね。いうことがまあ我々の目に分かるように、そうですね、見えるようになってきたというのが、まあ、今年の年末のね感じなのではないかという気がします。この方にも、ね、前編こう貫かれているのは、はい、やっぱりパラダイムシフトというかですね、はい、今言ったそのいやこれまでの、まあ、世界を、ね、はい、支配しあるいは支配し続けてきたそういう勢力グローバリスト勢力がやっぱり、ネオコンというものを代表として、はい、やっぱり崩れ始めて、そして新しい世界秩序がね、うん、実は生まれ始めてる、はい、こういうことをいち早く本当は日本の政治家や、ま、もっと言うといや保守文化人ですね、こういうのももっとねよく理解すべきなんですけども、私はちょっと、まあ、これは大使ご覧だったと思うんですけど、産経新聞にね、びっくりするような署名記事が来たなとか言っていう人かな、記者さんがケネディ大統領の暗殺はオズワルド単独犯だったと他そんなこと他のこと言うやつはみんな陰謀論だと、はい、つまり安倍さんとかいろんなものも含めて、いわゆるテロとかね、ああいう形のものがだって普通今普通の我々の常識でもオズワルド単独犯じゃないだろうと、これ一応公式的にはそういうふうに言ってるけども、それをねあえてこの時間というかこの時間帯とか年末の12月もう1週間前、いやそんな言ってないかもなんです、産経がオピニオンの、ね、欄で堂々と書いたんで、私はびっくり仰天、なんという変な意味での勇気があるあの記事だなと思ってね、抜け抜けこんなことを今書く、そうです、それはね、水沢さんご存知だと思いますけど、実際アメリカはまだ断定してないんです。実際はね、例のウォーレン報告書っていうのが、はい、翌年にできましたね、はいはい、1964年、はい、でそれにおそらくね真実、うん、あるいは真実に近いものが書いてあって、うんうん、多分ねオズワルドの単独犯じゃないということが書いてあるはずなんですよ、うんうんうん、だからそれは2039年まで公開されないわけ、うんうん、ね、なんで75年間公開しないのかと、うん、ということは単独犯でないということを完成的に言ってることでしょ。いや全くそうです。それがねジャーナリストなるもの読めなかったしとしてればね、すればそれはジャーナリストじゃないですよ。いやだからねこの人は元読売新聞 で、ええ、でこっちへまた、ね、来て今ロンドン支局長やってるのかなというような方なんでね、まあ、逆に私はその今頃になってね、なぜこんな教鞭というかこんなことを言い出してその産経新聞の紙面のオピニオンのところに載っけたかということの方が逆に興味がありましてね、今田大使の言う通りですよ普通、まあ、ちょっと普通ジャーナリズムを、ね、かじった人あればその今おっしゃったことがね常識だという ね、 そうですよね、いうことなんだけど、だからこれがね今の日本 の、 その文化状況っていうかな、保守の人たちのね、だからウクライナについても相変わらずそのね、まだ頑張ってると、うん、もっと頑張らないと援助しないとウクライナは負けちゃうってなんか援助しみんな逃げ始めてるから、こういう言い方してるっていうね、この最先頭に立ってちょっとまあはっきり言っちゃって申し訳ないけど産経新聞みたいなねものが逆にそのそういう意味でのディープステートのね代弁役になってるっていうね、このちょっと深刻さがねやっぱり私はその気になってね今。それはね非常に重要なご指摘でね、うん、結局今年1年、まあ、実際は去年から始まってるんですが、結局いわゆる既存メディアって何かっていうことがね、はい、あれ我々の目の前でよく分かるように展開してきたと、はい、つまり朝日も産経も根は同じだってことが分かったと、うん、いやそうなんですよ、こういうことなんですね。それ大きいですよね、だから産経はねむしろもう少し良心的な、うん、まあ変な言い方ですけどね、良心的なメディアだと思ってたら全然違ってて、ね、うん、今のそのクロスさんという方ですか、はい、私も時々そもそもがね、うん、プーチン消しかなんから始まってる人ですよね、うん、この方はね、プーチンの前にトランプの選挙、あ、はいはい、2020年の選挙は、はい、不正ではないというところから始まる。そう彼はそう一貫してね、だからまあそれこそいや向こう側のね人たちの一番喜ぶこうやってもらいたいっていうことをね、そうね、そう記事してるんですね。だからねそれを、うん、まあ、もう修正なんてしないつもりかもしれませんけどね、うん、今おっしゃったその、うん、オズワルド単独犯はね、うん、
常識的に考えて先ほど申し上げたことは言えるんですが、そうでなくてもあの時の映像を見れば分かるわけですよね。オズワルドは後ろから撃ってるんです。ところがケネディはね、最初こうなってその次に前から撃たれて後ろ向けに倒れてるでしょ。あの映像を一つ見てもね、単独犯じゃないことはね、もう小学生でも分かると。これ普通の、いやだからジャーナリズムのある種のまあ建前はともかく常識だっていうね、今おっしゃった言葉ね、そのことがこうなってるってこと自体が今のウクライナとか、こういったまあイスラエルの問題を含めて報道っていうのがいかにいい加減だったかね、この1年すごくあれになりましたね。もっと言えば、あの嘘を本当のことを嘘にできると、プロパガンダ機関だというのが分かっちゃったんですね。プロパガンダ機関ということがね、非常に多くの人に分かるようにね、今年1年展開したと。そうですね、いうことなんでしょうね。だから逆に言えば、もうあの朝日からね、産経まで、別にもう、作ろう必要はないんだと、俺たちはそのプロパガンダ機関だということをね、堂々と胸を張ってやってきたというのが、まあこの1年総括すれば、まあ去年から始まってるんですが、この1年を総括すればそういうことになると。で逆に言えば、そのプロパガンダをやらないと今度はメディアと認めれてくれない、もらえないと、メディア仲間からね、そういう状況になってる。極めてだから、あのまあ建前の自由と民主主義っていうね、いうものがインチキだと、これはもう偽善と欺瞞でしかなかった。でその上に乗っかったあのプロパガンダ装置としてのマスメディア、これが明らかになったっていうのと、あの改めようがなかなかないでしょうね、そうなると。あのね、もうこれは改めようがないです、おっしゃる通りね、根本的にもう、ガラポンっていうんですかね、あのそもそも、メディアとは何かと、あのメディアの役割は何かね、戻ってね、あの考え直さないと、改まらないと。でこれはこの席でもね、何度も申し上げたし、いろんなあの本にも書いてるんですが、もうウィルソン大統領の時にね、メディアの役割っていうのはね、100年前にね、100年以上も前からメディアの役割は、選挙民の行動を陰から支配することだと、支配してきた人たちが言い切ってるんですね。でもそれも、その情報も公開されてる、だけどもそれを言っちゃいけないことになってるんですよ。公開されてるのにそれを言うと、それは陰謀論だっていうことなんで、これはねどういうことかなと、ね、あのしかもあの日本語に訳されてるんですね、プロパガンダということでね、あのにもかかわらずその文章を私はもう本にも書いてんだけども、あのなんとか陰謀論で片付けちゃうんですよ、彼らは。とにかく陰謀論なんですよね。陰謀論が好きな人なんで。どういう陰謀なんだって言われるとね、そういう具体的なことは言わないんですよ。ただ印象として陰謀だっていう形で片付けようとする。それはね、おっしゃる通りで、あの昔共産主義者がね、あの反革命とか言って、反革命分子、じゃあ反革命分子って何なのって言った答えなんですよ。反革命分子は反革命分子なんだって。こういうことで済ましてきた。そうですね。ということですよね。そういうことを100年もやるとね、それはもうボロは出ますよ。そうですね。いや、それとやっぱりインターネットもいろんな規制が今あのきつくなってますけども、それでもやっぱりあのマスメディアオンリーの世界とは違うのが、いろいろな分野でね、あの伝わるようにはなってきてました、ね。伝わるようにはなって、ただんで、そこが、むしろね、悪用する、やっぱり意図的に悪用している人たちもいて、ね、いますね、それは。よっぽど注意しなきゃいけない。はい、だから今で言えばその、まあ、例えば安倍派の、いわゆる安倍派っていうのは変ですが、パーティー権問題とかね、それから皇室の問題、これはねひどいですよ。ひどいですね、あの SNS の、もうどっか別の国から流してたりしてますからね、これはもうあの日本語のアクセント聞けば分かるわけですね、日本人じゃないということはね。でそういうのがあの自由に流れてると。でそういう番組はどういうわけかバンされないんですよ。そうなんですよ、ね、逆に言えばそういうふざけた番組がね、バンされないということで、いわゆるこの番をしている人のこの基準っていうか、それがあの逆に分かってしまう。そういうことですよね。まああのここでもまた言えないところあるけど、あの注射の問題とかね、あるいはあの中国での
私は運気についてですけどね、はい、この問題もやると、まあ我々、そっちの注射の方は2度ほどバンされ、運気はすぐ削除される、うん、もうあのその言葉そのもの都市の名前なんですけどね、うん、それだけでも我々は、まあ、狙い撃ちされてるっていうかですね、うん、凄まじいあの圧力というかね、言論弾圧って言っていいと思うんですけどね、あのまあうちの場合もなんかコンテンツがすごい多いんでね、うん、その他のことが消されちゃうなら、うん、そこ少しニコニコ動画の方でやろうっていうね、はい、ことやってますけど、はい、まあとにかくあの言論の抑圧は逆に今おっしゃったように自分の意見と違うやつは反革命分子っていった構造でね、うんうん、とにかく全部消しちゃう、バンする、こういうこと今本当に進んでますね、どんどん。まあ、今まで進んできたんですけどね、うん、逆にね、言うようにね、はい、私そろそろね、はい、それも限界に来たというふうに言えるんじゃないかと、はい、だから来年は、ね、はむしろね、はい、もうバンができないようになるんだろうと、これはまあ半分希望的観測も入ってるんですからね、うん、バンできないようになると、うん、でね、そのあれはもうアメリカのもう大統領選挙に尽きるんですよ、うん、はい、トランプさんが復権すればね、そんなことできなくなる、うん、あのもう今、まあ、イーロン・マスクさんについてはね、いろんなあの評価が分かれてるようですが、うん、しかし彼が X のあれでしたっけ、うん、あれは大きかったですよね、あの買収したのはね、あのそれなりに大きかったで、日本でもねニコニコ動画の方とかね、うん、で、こうなってますか、うん、あのバンされない、まだ頑張ってます、まだしないようにしてますね、だからねやっぱりあの政策あれば対策あれでね、うん、そういうねあの必ず、ね、抜け道は、うん、あの出てくるんですよね、抜け道っていうか、うん、それを逃れる方法がね、そうですね、だからねあの、まあ、そういうことではあの人間もね、あのそういう番の状況に直面すればね、うん、やっぱりしたたかになる、うん、あのあるいは知をあのこう新しい知が出てくると、うん、そういうのが出始めたのが、まあ、今年あるいはもう去年ぐらいから出てるかもしれませんけどね、はい、まあ、そういう状況だではないかと、そういう意味ではこの、まあ、2022年3年っていうね、はい、形でこれ今回はこの本が出たんですけど、その前の年のあれも前にちょっと前にお話しさせてもらったんですけど、やっぱりこういう本と、それともう一つはやっぱり今言ったこの枠もそうですし、あの一人語りの方のあれもそうなんですけど、やっぱりちゃんと言い続ける、あの伝え続ける、はい、こうなるとやっぱりその水に地面に染み込んでいくようにやっぱり広がりできてくるっていう、ね、そうですよね、これは本当にそういう意味での意義はすごく大きい、そうですよね、だから平凡な言葉ですけどね、はい、うん、やっぱり継続っていうのは力なんですよ、そうですね、継続が力ですね、継続ができるっていうのはそれは一本の筋がある、うん、そうですね、まあ、そういう意味ではね、まあ、ちょっと戦術的ですけど正しいから継続できるんで、ね、うん、だからあの SNS、うん、っていうかあのネットメディアの中にも、うん、そうじゃないメディアがいて、はい、継続できてないのがあるわけですよ、そうですね、なんか消えちゃっててね、うん、しばらく消えててまた出てきたとかね、はい、そういうのはたくさんありますよね、今ね、あります、だからあのはっきり言うとこの間面白かったのはあの今回ちょっとこれもあの大使のそういう役目をね大きいと思うんだけど、正しいことをちゃんと伝える、全然ブレないいう形の言葉の中で、やっぱりあのやっぱり産経新聞はじめ、まあ、読売もそうですけども、まあ、朝日はもともとそうですけど、うん、そういうネットの、ね、中でやっぱり今言ったようにその消えた増えたで、こういうのがやっぱり実は お金にね関わってた、うん、やっぱりここのところもネットビジネスっていう中でこういろんなのが動いてたというのが、朝日芸能、まあ、ご覧になってないと思いますけど、あ朝日芸能に出てるんですか、機密費のね問題で、あの1億円ですか、うん、あの毎月使ってる、あのプレス対策ですか、あの特にそう、あの保守系のあれにもね、ああで、すごいねこれね、あの結構よくまあここまでやったなと思って、あのいや私はもういろいろ実際聞いてるんで、うん、うちにもそういう話あったんでね、うん、あれだけどもやっぱりあのそういう意味ではそこのところで相当みんな青くなってんじゃないかっていう人がね結構いるんですけども、やっぱり今言ったようなその御用ジャーナリストっていうのかな、うん、そのこう喜んでもらうためにね、うん、さっき言ったようになんかこう明らかに違うのにね相変わらずその強弁して
いろんなところでやるっていう人たちと、さっき言ったようにこれもやっぱりだんだんこう明らかになってきてる。そうですね。それとやっぱり今言った、これはちょっとまた大きな話戻したいと思いますけども、やっぱり相当ね、ロシアのね、大使はもともとずっとそうでしたけども、プーチン大統領ですね、この人の歴史的な役割、人類史的な役割を相当やっぱり認める人たちが随分増えてきたということを、特にこれは私は評価してるんですけど、伊藤寛さんっていうね、アメリカ在住の方、ものすごい高い評価してますね。そうですか。この中、いや前はそんなねじゃないですよ。ただ伊藤さんはその加賀の加賀、ちょっとブレインいるじゃないですか。プーチンの加賀直樹というね、ちょっと間違えたらごめんなさいね。でもこういうもののずっと詳細に全部読んで、で極めて高い哲学性や思想性、それから文化に基づいたものとしてプーチン大統領の演説とかね、それから行動があるということで、これもね、破格のというか、つまり21世紀の政治指導者としては歴史的な人物としてね、残る人はこの人だけじゃないかっていうね、私もなるほど、結論的にはねそうなんですが、それに至る私伊藤さんの考え方自体はねよく存じ上げないんで、コメントできないんですけれども、結論はまさにそうですね、で同じことを言っておられるのがね、同じような趣旨を言っておられるのが、実はジェイソン・モーガンさん。これはね、桜でね、うちにもよく出て、よく出て、私プーチン大好きですって、いや、むしろね、好きというよりもね、ちゃんとベースあるんですけどね、でね、好き嫌いを超えてね、今世界は、このような状況ですけどね、特に欧米の、社会主義化っていうか、グローバル化、グローバリズム化っていうんですかね、それがこう著しくて、グローバリズムになっちゃうとね、道徳が乱れるんですよね、倫理観道徳観みたいな。 ね、それをプーチンさんはね、もう自分は経験してると、自分っていうかロシアはね、ロシア革命で経験してるわけですよ、だから今同じことをね、欧米はやろうとしてると、いいんですかと、そんなね、要するに家族伝統的価値を破壊するということ、で一番最初にやり玉に上がるのが家族でしょ、そうです、家族を破壊しちゃうと、もう何でももう政府の言うことを聞かせる、共産党の言うことを聞かせるのは簡単になるわけですね、これはもう社会の説法ですけど、昔はね、家族がしっかりしていれば、外で何言われたって、お父さんやお母さんがそれは違うと言えばね、子供は間違いなかったと、お父さんお母さんの意見の方をね、こう大切にしたっていうかね、ところが家族が破壊されるとそれができなくなる、そうなんですよね。だからね、ロシア革命の時には、女性も働けって言ったこと自体がね、悪いとは言いませんが、ということは要するに、父親と母親の会話をなくすると、ということは父親や母親と子供の会話をなくするということなんですよ。だから結局家族をバラバラにする、だからプーチンさんはね、そういうことをやっちゃいけませんよと、もう自分たちがどれほど苦労それでね、大変な目にあったかと、それが分かってないんですかと、ずっと彼は、ね、言い続けてる。いや、そうなんですよ、でもこれはね、変な意味だけど、これはどこの国の、ね、家族にも当てはまる話なんですよ。そうなんですよ、まさに普遍的な価値、ね、あのね、グローバリストが言う普遍的価値っていうのは、ね、彼らが言うグローバリズムは普遍的価値じゃないんですけどね、こういう家族を大切にするということ自体が、これは普遍的な価値なんですよ。そうなんですよ ね、逆にね、だから そことの対立だっていうふうに見た方がね、やっぱりそれともう一つ、ブルシェビック革命というか、マルクス主義革命がね、やっぱりおっしゃったように家族っていうものをすごく解体する、で社会的存在の一部としてしかね見ない、個人をバラバラにしていくっていう、こういう流れの中で、でも本当その今考えるとプーチンさんっていうのは、その今言った古いように見えるけども家族のね大事さっていうのを、あの孤立した社会でね、唯一言った人かもわからないっていうね、今そういうイメージがちょっとありますね。それだと欧米の中ではね、家族の、日本もそうですよ、今、家族を破壊しようと、岸田政権は躍起になってるわけですからね。LGBT そうですよね。LGBT は、遡ればヘイト法まで行っちゃうんですが、とにかく LGBT 法はその最たるものですね、
はい、それからもう一つは移民ですよ、はい、移民で今日もね私ここへね、はい、歩いてきたら途中にねこうマイクロバスが止まって、はい、中からね東南アジアの旅行者がうわーっと降りてくる。なるほど。いや宮益坂だから渋谷多いですからね。多いです、はい、いや、まあね、ものすごいですよ、はい、だからその人たち、ね、本国で仕事をせずに何しに来てるんだろうと、まあ、一応観光ということなんですけど中国に関しては投資の先を土地や企業やビル、こういうの、まあ、中国は明らかにそうですけどね、それはね中国だけじゃなくて、はい、他の国の人もね多かれ少なかれ、日本で職を探すと、はい、投資すれば、まあ、職ができるようなもんですから ね、 そうですね、結局は日本を買いに来てると、うん、あるいは日本で働きに来てると、うん、でだからこそね2024年の流通問題っていうのが出てくると、はい、だから逆なんですよね、はい、流通問題があるから彼が来てんじゃなくて、はい、彼らを働かせるために流通問題っていうのをね、うん、作り上げちゃったと、そういうことですよね、というふうにね、はい、思ったら変なんですね。でね来年私心配してるのはこの次は夫婦別姓をね、そうなんですよ、自民党がもし政権にあればね率先してやりますよ夫婦別姓。おっしゃるよね、選択的がついてもね、選択的ってね、今みたいに我々落選運動やってる稲田富美さんなんかはね、もうはっきり言ってますよ、選択的だからいいでしょうとで誰もやれって言ってるわけじゃないからって、そんなことじゃないんですけどね、うん、誰もやれだったらね法律なんて作る必要ない、はい、だから同性婚選択的夫婦別姓、それから橋本さんが言ってるような戸籍の抹消、戸籍制度をなくしちゃう、つまり本当にそのおっしゃるように家族っていうものを解体していくっていうですね、でもこれがやっぱり基本的に我々の国を国でなくしちゃう一番の力になる可能性ありますよね。そうです。だからこそね、はい、私今保守とか名乗ってる人がたくさんいるんですけどね、うんうん、その家族をねちゃんと守るのかどうかということはね、うん、一つのこう基準にしてもいいですよね、うん、その他にもね、保守の基準というのはたくさんあって、はい、いずれ私もそういう、うん、本をね、書こうと思ってるんですが、はい、今保守という言葉が乱れてる、人によって全部違うでしょ、はい、うん、だからそのいろんな人が自分は保守だと、うん、と言いながら LGBT を推進すると、うん、これはありえないことなんですよ、ありえないですよ、ありえないことでしょ、はい、だからねそういうことがねもう今言葉が乱れてるということにつきますけどね、うん、はい、ネットがそれをやってる、ネットメディアが、そうなんですね、ネットメディアの方がむしろね、はい、そちらは乱れてる、そうなんですね、乱れてますよこれは。だから別にね新しい政党を作ることが悪いとは言わないけどね、うんうん、少なくともね保守の政党を作るんだったら保守とは何かということからスタートしないとね、もう一回しっかり詰めてからね、そうです、うん、だからねそこが議論されてないわけですよ、うん、だから保守という看板を掲げればね、うん、保守になるというね間違ったやり方、うん、それは共産党という看板をね掲げれば共産主義がの国が実現するというのとね、うん、似たり寄ったりというかね、中身がないのに言葉で勝負していると、うん、そうなんですよね、そういうのがね、はい、昨今の私は保守をめぐる状況ではないかと、つまり非常に残念に思ってるんですけど、はい、私これね本当に今さっきちらっと移民っていう、はい、ことをおっしゃってましたけど、一人も入れるようなとこじゃなくてね、普通の意味でヨーロッパの現状、ドイツやEUの現状を見れば、例えば我々1億1000万ぐらいの程度のね国の中にもう今中国の人は100万人以上いるし、この間クルドの人たちがね1300人ぐらい川口市で騒ぎを起こしたことあるという見ると、私はそのなかなか日本の文化というのはそう簡単にはねくたばるもんじゃないと思いますけど、移民を入れたら例えば2割3割4割ね外国人が入ってここに多民族共生体地帯になったら、やっぱり日本は日本じゃなくなると思ってるんですよね。だから自民党のね、はい、有力政治家もそこは誤解しておられて、うん、多民族共生国家を作るとかね、うん、そういうとんちんかなことをおっしゃってるんですけどね、うん、日本の歴史を見れば もちろんいわゆる渡来人がたくさん来てるんですが、うん、それは来てますよね、はい、同化してるんですよ。そうなんです。ここは問題です。で、日本列島にはその同化する力があった、うん、だからね結局日本は
純血民族じゃないけれども、うん、単一民族なんですよ、うん、単一民族、うん、そうなんですね。日本の場合はね、面白いことに、うん、あの日本の国籍取る、うん、取るでしょ、うん、そうするとね、今あの例えば、うん、国会議員でもね、うん、あのはっきり言えば韓国籍から帰化して、うん、それで日本の国会議員になってる人いますよね、うん、いますよね。その人にね、まあ、口悪い人が時々ね、うん、あの人は韓国出身だということは、うん、ひそひそ話であってもね、うん、表向きに、うん、あの国会議員は韓国系日本人だと言わない、うんうん、我々はもう日本人になったら、うん、もう日本人なんですよ。もうそうなんですよね。あの出自を問わない。そこはアメリカと違うところですよね。全然と違う、世界のあれとも違うわけだ、はい、アメリカははっきりしてね、日系人もありますけど、イタリア系とかね、イタリア系、それからユダヤ系とかね、はい、あのフランス系、はい、ずっとそれがついてまいるでしょ、はい、あのだけど日本は一切そういうことない。日本人なんですね。日本人になっちゃったら、だからね、でもう一つはね、うん、その、アメリカはね、ご承知のように、うん、国旗に向かって宣誓するわけですね、うん、はい、あの忠誠を誓うわけですよね。そう、忠誠を誓う。だから日本は、ね、忠誠を誓う必要ない。日本人になりたいですって言ったら、はい、どうぞって。いや、そうなんですよ。そうなん、ね、でだからね、それはね、あのいわゆる帰化した外国の人から見るとね、非常に違和感を覚えると、うんうん、でもある日突然日本人になっちゃったと、うんうん、で誰もね、自分を例えばアメリカから日本人にね、帰化した人で知り合いの人がいたんですが、アメリカ系日本人とは言わないと。言わないですよね。いや、もう完全にアメリカ人の顔してるんですよ。そうなんですよ。いわゆるホワイトのね、はい、アメリカ人の、あの昔のアメリカ人の顔してても、はい、あの人は日本人だ。いや、前にあの関栄さんっていうね、中国評論家の人があの聞かしたんですけど、その時なんかあれ、水島さん書類出せって言われたから出したけど、あれでマンションの買うような書類書いてね、出したら、はい、何にもその中西部どこじゃろう、何にもそんな問われない、うん、あのスッと通っちゃったんで、え、なんか本当にマンションでも買ったような気で国籍変わっちゃったんですよって。いや、それはね、うん、今、うん、中国人がね、はい、そのマンションも含めて北海道の土地、はい、北海道だけじゃなくて買ってるのに、はい、と一致するんですよ。それなんですよね、うん、だから書いた方、あ、どうぞどうぞって交わしてるわけで、そうなんです、これは日本の土地ですから、どうぞどうぞ、もう総理が今やってますからね。疑ってないっていうか、ね、投資してくれっていう、ね、だからね、うん、あの買う時にね、忠誠を求めないわけですよ、うん、あなたは日本の土地を買うんだったらね、うん、いや、あのつまりその証拠を見せろと、うん、いうことは一切問わないわけ。だからそういうその土地の、外国人の土地の売買にまでね、我々の伝統的な、やはり生前説的なね、思考方法が通ってると。だからこれ、彼らはね、もうほい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 国籍を買うがごとくね、日本の土地を買ってるというのが現状だと思うんですよ。いや、それね、だからある人が言ってましたけど、それは昔の植民地で外国のね、宗主たちが買ってるのとね、農園買った、果樹園買ったっていうね、だけど労働者だけ現地の人、はい、こういう構造にだんだん似てきてるんじゃないかっていう、ね、もう完全にそうなりつつあるんじゃないですかね。ねえ、なんか、そこがね、意外と、なんでこの総理はじめね、外国に投資を呼びかけてるっていうのは、そういう意味があるじゃないですか。何の規制もないわけですから、むしろ、ね、スパイ募集もそれを狙ってやっておられる。ああ、逆にね、どうぞどうぞと、そうなんですよ、来たら何でも買えますから、どうぞ安くしてきますって感じですからね、円安で、うん、いや本当にそうだと思います。そうなんですよね。だからそこがね、そこが残念なところなんですよ、はい、そうですよね、岸田さんね、うん、そうでなければね、それなりの、うん、なんていうのは失礼ですけどね、うん、政治家であったはずなんですよ、うんうん、だけどね、やっぱりもうディープステートと、うん、もう心中を決められたからね。そうでしょうね。もうそれ以外に選択肢がない。ないんでしょうね。ないんだと思います、私。でもここまで、まあ、ちょっと失礼な言い方だけど、浅ましいというかね、もう本当に足の靴まで舐めそうなね状態で、 LGBT もまともな審議もしないでするでしょう。でここだけは腕力発揮するっていうかね、こういう命令されたことだけはね、今おっしゃったように、うん、そういうことを悩まないっていうことなんです。もう悩んだらできるはずないです。それはそうです、ね、これでいいのかと思ったわけ、うん、だから何にも考えない。いや、私本当にそうだと思います。そうです、ね、そうするとこんな楽なことないですよ、うんうん、言うこと聞いてないですからね、うん、そうそう、うん、そうすると来年の2月か3月に国賓で、うんうん、アメリカに行かれるんですか。本当に行けるかどうか、それは大いに疑問ですよね。そうですね、大いに疑問ですよね。いや、だから
私あの同じようにね、あのウクライナのゼレンスキーっていうね大統領もいずれはねボロ雑巾みたいに捨てられるじゃないかっていうね、もう事実上捨てられてます。実際そうでしょ、うん、事実上 ね、だからやるだけやらせてぽいっていうのはね、もしかしたら岸田さんもねやるだけ好きなことはやらせておいてね、最後はちょんって、ね、だと思います、うん、だと思います、うん、やっぱりね岸田さんもね、うん、政治家だからもちろん理解しておられるんでしょうけど、うん、国内の支持がなくなればね、うん、いかにアメリカだってね岸田さんと持ち上げられないでしょ、うん、それはそうですよね、だからねそれと国賓でねアメリカ、うん、岸田さんはアメリカに帰る、はい、でねお隣のユンさんですか、ユン大統領は国賓でイギリスに招かれて、はいはいはい、だからね私はねこの2つを見た時にね、うん、これは日本も韓国もやばいと、そうなんですよ、ものすごくやばいと、そうなんですよ全くその通りでね、あのだから朝鮮と日本が冒頭にちょっとちらっと言ってたあのイスラエル中東の問題が終わると次はどこ行くかなって言ったら、東アジアに来る可能性が十分あるんですよね、もう東アジアが残ってないんですよ世界の火薬庫は、まあね、いやだからいやそれもね私はちょっとここちょっと違うことなんだけど、朝鮮半島と日本というのはほとんど一致してね戦場になる可能性があるっていうかですね、うん、あのそういう意味では非常にこう今あの、まあ、この年末ね金正恩があの ICBM だ、うん、なんだって連日こうボムまた実験始めてる実験なのか、まあ撃ってるわけですね、うん、これもやっぱりそういうのある意味での察知してやっぱりやってる可能性やっぱあるんだろうなと思いますよ、だからね、はい、もうおそらくね、はい、あのそういう意味ではね、うん、あの表には出てこないけど日韓でね、うん、北朝鮮を攻めるっていう筋書きがね、うん、少なくともアメリカのバイデン政権は描いてると、うんうん、だからそれはねもちろんプーチンさん知ってるわけですよ、もうプーチンさんはもうそれ見抜いてる、だめないから、いやだからね、だからね、うん、北朝鮮にそれに対して備えをさしてる、うん、そうなんですよ、うん、でだからあの北朝鮮とのねあれも、まあ、あの時も私ちょっと言ったんだけど、うん、これでなかなか攻めにくくなると、ロシアと、ね、北朝鮮が、ね、もうロシアが背後にいますから ねやっぱり そう簡単に攻めるわけにはいかなくなったっていうね、だから金正恩にとってはね、まあ、大変それも良かったらっていうことになるんでしょうね、良かったと思います、いやでも戦争が起きないっていう、ね、ことだけに限って言えばね、変なネオコンに戦争させないっていうのはねやっぱり私はいいことじゃないかなと思うんですけどね、そう思いますね、はい、だからね来年はね、はい、ネオコンがね、うん、その最後の、うん、最後の戦争をやる余力がね残ってるかどうか、つまり朝鮮で戦争するね、今ウクライナもあれもイスラエルもね、イスラエルももう、みんな必要ですからね、泥沼になってるでしょ、2とも、はい、それでね残ってるかどうかっていうのが非常に、うんうん、問題でね、そうなんです、そしてね今年まあそういうことになってきましたけど、来年の問題でいうと、まあ、この本にもいろいろ書いてありますけども、大統領選挙あるじゃないですか、はい、これねある人によっていろいろ意見違うんですけど、またでもしぶとくね死に物狂いでまたインチキ選挙やるんじゃないかっていうね、だって変わっちゃったら本当に彼ら困るでしょ、トランプに変わったらもうボロボロになっちゃうでしょ、本当に、いやそれはね、それはよくわかります、うん、で問題はね、そのまたなんかもうとんでもないような不正選挙をやれるだけのね、うん、力が残ってるのかどうか、あそこですね、ですね、確かに、はい、だからね今回ね一つやりにくいのは、はい、ロバート・ケネディ・ジュニアがインディペンデントの候補として出たっていうことでしょ、うん、で常識的に考えればね、その不正選挙を別にして考えれば、うん、もうバイデンの勝ち目はどっから考えてもないわけですよ、ですよね、普通にやったらもう99.9% ないですよね、うん、今はねで普通にやったらね、うん、トランプさんとの一騎打ちになっても負けるのに、ね、うん、負けでしょうね、そこに、うん、なけなしのね民主投票を、うん、ロバート・ケネディ・ジュニアが奪えばね、うん、バイデンさんに投票する人ってほとんどいないという結果になるわけでしょ、そうですね、はい、そうするとこれは少しネットなんかでも流れてると記憶してるんですが、うんうん、バイデンさんは途中で降りちゃうと、うん、だから不正選挙、それも不正、広い意味では不正の一つだけども、うんうんうん、一応ね共和党候補として共和党の全国大会ではバイデンさんにしましょうって決まった後 で、ね、はい、民主党大会でね、民主党大会で、はいはい、バイデンさんって決まった後で引きずり下ろされると、うん、あるいはバイデンさんが
何らかの事故に遭うとかね、死ぬとかねあのね、そこはずっとかわいそうかもしれない、何らかの事故に遭う、あるいはもう石田が生命すればいいです。そうですね、とてもまともな判断ができませんと、はい、あのもうね、うん、どんな石段か分かんないけども、うん、それだけで引きずり下ろせるんですね。それはできますもんね。だからそれがね、起こる不正があるとしたらそっちじゃないかと、うん、いやだからね、そのまあ そういうで辞めちゃうとトランプが当選するじゃないですか、ええ、これやっぱりそうするとこれまでのネオコン勢力っていう形ね、つまり今までやってきたアメリカのバイデン政権でやってきたこの政策って真っ向からほぼ否定されちゃいますよね。そうなっちゃうんですよね。となった時、それを応援していたディープステート系の人たち、まあ、はっきり言えばユダヤ系の金融資本とかね、こういう人たちが一体どういう形でね反応するか、トランプにそのままこうファッとね移るかどうか、まあ、トランプさんというのは息子さんとか娘婿さんとかね、このユダヤの人とか入ってるからいろいろ折り合いつけてきた人だけだろうけども、それでもやっぱりあんな言うことを聞くバイデンみたいなね、ものがなくなっちゃった時、アメリカの中でどうなんですか、混乱というのは。アメリカはね、だから、まあ、今でも分かれてるんでしょうけども、うん、まあ、いわゆるグローバルユダヤとね、うん、ナショナルユダヤ、はい、トランプさんはアメリカにいながらナショナルユダヤに軸足を置いてたんですね、うんうん、ですから、まあ、なんていうのかな、別に反ユダヤでも何でもないんですよ、トランプさんはね、うんうん、むしろナショナルユダヤというのはイスラエルという国がいかに安全に、ね、生存できるかと、うんうんうん、それを大事に考えた、うんうん、そうするとそのやり方というのは、ね、パレスチナという国家との共存だと、うん、でパレスチナという国家ができてイスラエルという国家が、うん、と平和条約を結べばね、うん、これで中東問題ってのはなくなるんですよ、うんね、でトランプさんはそれを目指してた、うん、でそれがいわゆるご存知の通りアブラハム合意だったわけですね、うん、でそれに反対してたのがネタニヤフなんです、うん、ネタニヤフがこんなことやられたら困ると、うんね、イスラエルがパレスチナを抑えることができなくなるんじゃないかと言わんばかりのね、ブソッとした顔してましたよね。だからそのやっぱりあれと同じように、私はどっちかっていうとネタニヤフはやるだけやってね、あとは、まあ、捨てられるんじゃないかって、ね、そういう運命じゃないかと、そういうあれだと思いますよ、うん、でネタニヤフは、まあ、うん、要するに白人ですからね、うん、白人系のユダヤ人、ね、うん、そうですよね。だけども本来 あのトランプさんも想定しているイスラエルっていうのはセム族のね、そうなんです、セム族のユダヤ国家なんですよ。だからまあ、昔イザヤ・ベンダーさんというか山本一郎さんがね、ユダヤ人と日本人とかっていうのやった時もそこのところは別に言われてるような感じじゃないんですよね。パレスチナにもずっといたしね、ユダヤ人もね、だからそうそう、やってオスマントルコのあの世界のね中でイギリスとあれがこう勝手に線引っ張ってね決めたってとこから始まってますもんね。だからパレスチナもね、パレスチナ人もあれ、うん、セム族ですから、ね、ですよね、セム族だからね、パレスチナ人と、ね、あれ、腹違いの兄弟なんですね、うん、聖書の旧約の夜はね、従えばね、はい、だからもともと兄弟なって彼らもね言ってましたよ、俺らはカズンなんだ、カズンなんだ、いいとこなんだって言ってましたですよ、その背向の人はね、うん、だけども私がいるのは、まあ、いたのは30年近く前ですが、うん、もうちょっと前ですよね、うん、その頃のイスラエルっていうのは、うん、その上に背向族の上に、うん、その白人のねアシュケナージのアシュケナージ 系、つまりネタニヤフのような、はい、アシュケナージ系が実際 の、うん、政権を取ってたわけですね、うんうん、だから歴代 のイスラエルの首相というのは、ベギンを除いてはみんなアシュケナージ系だったはずです。そうなんですよ ね、最初の建国の理念はユダヤ系のユダヤ、まあ、ユダヤ系のユダヤってのおかしいけど、ユダヤ人がねこうやるというような形の中で、それと政党もリクードだけじゃなくて、もう一つなんかもうちょっと リベラルというのかな、穏やかな政党ありましたよね。たくさんあってね、覚えられないんですけどね、政権取ったのでね、だからそれが今ああいう形でまとまっちゃってるっていうね状態になってるんで、よく分からなくなってるんですね。イスラエルにもいろいろ中にいろんなものがあるんだってことも、ね、まあね、これは笑い話ですけどね、うん、
イスラエル人が2人寄ると3つの政党ができると言われるぐらいね、いろんなみんな考え方がそういう議論の好きなね、うん、そういう意味では非常にダイナミックな人たちでしたけどね、はい、明確に分かれてたのは、うん、やっぱりその白人系と、はい、つまりアシュケナージュと、うん、セム系の違い、ね、はい、で私が比較的仲良く付き合ってたのはね、家族も含めてセム系なんですよ、うんうん、ところがセム系の人ってのは大体政府の要人にいないですからね、うんうん、そうなんですよね、だから結局そっちで犬の付き合うのはアシュケナージになると、こういうね、結局そうするとアメリカとかいろんなところの金融資本とか、その、まあ、中心はユダヤですから、ユダヤの人たちがやっぱりこれ現実の問題としてね、イスラエルの問題、これ大使もちょっと聞きたいのは、そういう意味での構成があるんだけども、うん、現実に世界を動かしているのは、まあ、ユダヤ人のね、さっき言ったアシュケナージ系っていうかね、うん、こういう人たちが実際にアメリカも支配してるし、もっと言えばこれまでは世界的なこう、まあ、いろんな意味をね、ワスプよりもむしろ強い形でね支配するようになってきてたと思うんですけども、100年ぐらい前からね、うんうん、彼らが、うん、まあ以前も申し上げたかもしれませんけど、うん、ワスプを引きずり下ろしたと、そうですね、ブレジンスキーなんかどうと言ってますよ、ま、でそれはね、うん、どういうふうにしてやったかというとこれ重要なんですが、うん、はい、まあ、はっきり言えば黒人とか少数派の、ね、はい、味方をしてやったと、うん、でこれはね、彼らもポロッとね本音を言ったんですが、うん、彼らの戦略をね、うん、明かしてしまったと、うん、つまり彼らはいつも少数者の味方を、うん、するふりをしてね、うん、実際は自分たちが、そうなんです、うん、権力を握ると、はい、でね、今だから、そうすると LGBT 問題もそこに結びついてるんですよ、うん、全部そういう、全部構造そうなんですよね、そうそうそう、移民の問題もそうですよね、かわいそうな人たち入れて、安い労働者入れてっていうふうに言うけども、現実にお金儲けてるのは、これ記録にもあるんですけども、いわゆる高収入の人たちで、日本の労働者は別に賃金全然上がらないんですよね、外国人入れてもね、そういうようなことで言うと、おっしゃるように少数者を大事にするみたいなで、人権だなんだって言いながら、実はそうじゃないっていうのは、ね、そうじゃないんです、実態はそうじゃないんですよね、もう人権なんていうことはまだそうですね、うん、はい、何でも自分にね、都合の悪いことは人権、うん、尊重してないとかね、はい、まあ、民主主義というのも同じですね、それは民主主義的ではないとか言われたらね、みんな救っちゃうわけですよね、うん、いや、そういう構造の中で今、そのある意味で言うと、その、まあ、ネオコンが今具体的には政治を動かしてるって言ってるけど、うん、そのバックにいるのはそういう意味の人たちですから、そういう人たちですね、その人たちの支配の構造が実はプーチンの戦いというか、まあ、ウクライナ戦争の中でね明らかになって、そしてもう一つは、まあ、こういう中でもいろいろ指摘されてるけど、ブリックスあるいは、グローバルサウス、こういう国が今実は勢いがこうヨーロッパとかそういうとこからユーラシアのところに移り始めてる、はいはい、こういう構造ですよね。そうですね、その時大使が言ってるいわゆるディープステートの揺らぎというか崩れというか、そういうものが始まってるという、そういうことなんですね、これ。おっしゃる通りでね、はい、だから結局マネーの力、お金の力で支配できると、うん、あるいは支配するっていうのがディープステートの考えであるですよね、うんうんうん、それからネオコンはそのために戦争屋ですからね、うん、彼らはね、そういうふうに、バネの力に反対する連中、はい、あるいはその石油をね、うん、国有化している国を潰しに回ったのがネオコンだ、ね、ネオコンなんでね、ネオコンと別にディープステートっていうのは同じものでね、はい、これは前にも申し上げたことがあるんですが、ウォーター・リップマンというね、うん、男がね、はい、その例の、うん、ウィルソンが作った、うん、宣伝機関とか洗脳機関に、はい、エドワード・バーネーズという私が常にあれですね、うん、引用する男と一緒に働いててね、はい、その、ウォーター・リップマンの経歴っていうのがね、うん、イスラエルで発行されたユダヤ人名辞典に出てくるんですよね、うん、でそれを私読んだらね、最初はということはウィルソンの、うん、元で働いてた時にはね、うん、ウォルター・リップマンは社会主義者だったと書いてあるんですよ、ね、社会主義者だった、うん、でその次、うん、それでその後彼はリベラリストになったと書いてあるんです、うん、だからおそらくフランクリン・ルーズベルトのことでしょうね、うんうん、頃で最後はっていうのは1960年代の初め頃、うんうん、彼は亡くなってますからね、
その頃はネオコンになったと書いてある。そうはね、ね、いやね、普通にアメリカの歴史そのものじゃないですか。その通り、アメリカの歴史なんですがね、はい、そうなんですよ、でそっちのね、うん、人たちのその後にね一言入ってる、はい、でこどこそれでね、はい、あのウォータリーマンを修正、国際主義者だったと書いた。つまりね、この共通項、社会主義者、はいね、リベラリスト、はい、それからネオコンの共通項は国際主義、はい、ということはどういうことかというと、今ネオコンがやってるあの気に入らない国に干渉する、そうなんですよね、そういうそれも民主だ人権だ、ね、なんだっていう、独裁だっていうね、反独裁、それはリベラルの顔をしてもやれるし、そうなんですよね、ネオコンの顔をして今彼らがやってるし、はい、かつては社会主義の顔をして彼らがやったと、はい、そうですね、労働者の敵だしてやったのがそうなんですよね。これがね、からくりでも何でもない、もう公にされてることなんですけどね。そうなんですよね、だから19世紀、20世紀、21世紀こういう流れの中で、これが今終焉というか、まあ、終焉するかどうかまだいろいろあれ戦いはあるでしょうけど、もう崩れ始めてる。終焉のための戦いでしょ、強いて言えばね、もう私は、うん、あの実際は彼らは負けてんだけども、まだそれはね、うん、完全に彼らもあの、まあ、武器を捨ててないから、はい、まだ残ってるけども、はい、もうあの、体制は消してると、はい、いうのが私の見立てなんですけど、ね、そうですね。いや、まあ、だからそういう意味ではトランプの登場っていうのは、まあ、アメリカファーストっていった、そういうあの意見表明っていうかね、その方針、それからプーチンの、登場でね、いわゆる外国資本を追い出した、うん、こういう流れの、だからプーチンとはあのトランプは非常に親和性があったっていうね、あります。これからももし、もしトランプが大統領になれば、ちょっと違う世界がね、米ロの間に、ええ、そうするとまた中国がグローバリストの中国ってのはまた浮いてくるから、またいろんなこと起きると思うんですけども、面白いことにね、今、はい、中国の話されたんでね、はい、ちょっと申し上げますとね、はい、あのジャックあたりと私ずっと年に、ね、はい、あの、はい、広告塔だと、ディープステートの広告塔だって言ってる、うん、フランス系ユダヤ人ですね、ユダヤ、はい、ユダヤ系フランス人、そうですね、彼があの明日の政府、あ、21世紀の歴史かな、はい、なんかそういう本を書いてて、その中で中国共産党の支配は2025年に終わると書いた。なるほど。ということはね、まあその通りいくかどうかともかくとして、彼らが作ったんだから、はい、中華人民共和国をね、はい、終わらせるのも自分たちだという意味だと私は理解してるんですがね、その根拠はどこにもない、ただソ連も70年、うん、で滅んだからというだけの話を、はい、ところがね、2025年にもしね、習近平が終わればね、うんうん、どういうことになるのか、うんうん、次ね、台湾有事なんて議論されてるけどね、うん、あのアメリカの国防省の、うん、まあ、将軍、うん、たちの 見立てではね、はい、早くて2027年、うんうん、もし何か起こるとすればってことでしょ、うんうん、ということはもう習近平の時代じゃなくて、次の時代になってるというふうに、うん、まあ、読めるわけですね。そうですね。それ用に準備してるのかっていうね、感じもあるんですけど、もしね、私はあのずっとあの、うん、習近平の下では台湾有事はないと言ってて、うん、これは今も変わらないんですが、うん、習近平ももうあと1年半ぐらいか、うんうん、持って1年半、うん、2年持つかどうか分かんない、もともと25年説になってますよね。25年説なんです。だからね、だからこそね、あの24年が分岐点になって、うんうん、24年に中国がどうなるかと、うんうん、いうことですよね。だから、ね、私はね、ディープステートが最後に中国でね、うん、甘汁吸おうとする だ,、うん、するだろうと、で彼はもう行くとこないから中国しかないんですね、うん、いや、そうなんですよ。あの今のグループはそうですよね。アメリカだからもう中国に行って、はい、この間もね、うん、あの習近平さんに来てもらってあれでしょ、うん、あの会談までしてるわけでしょ、うん、だって日本とは1時間もやるかどうかを 何時間かけてやってるわけでしょ、首脳会談を、はい、何やってんだろうな、だから普通考えればバイデンさんがね、そんな持つはずないんですよ、あの、うん、もうあのお年だから、もう1時間で眠っちゃうでしょ。そうすると実際はバイデンさんいないところで何をやったかと、はい、いうことになるわけですね。そうですね。いや、そういう意味で言うと、いや、これからの世界というのがね、あのどういう形になっていくかというと、まあ、プーチンの考え方、あるいは、まあ、ロシアファースト、アメリカファーストと、うん、いうことは、我々の国も日本ファーストというふうにしていかなきゃいけないんですけども、ちょっとね、
今の自民党の流れを見ると完全にグローバリストばっかりがね今力を得ちゃってる。でまあ安倍さんのグループだって、まあ、腰の抜けた人が多いんだけど、少なくとも一応ね、あの保守派と言われてた人たちが今やまあ変な言い方だけど LGBT を進めたのが古谷、新藤、稲田みたいな、こういうあの安倍派のまあ一応幹部だったね、うん、人たちがこれやっちゃってるということはもう行くとこまで行っちゃってる感じがね、うん、あの正直言って自民党あってと言ってそういう意味での受け皿のないわけなんでね、一体これ日本の政治の中でね本当にきちんと穏やかに日本というものをね真面目に考えていける人たちがいるかっていうと本当ちょっとね不安になってくる、不安というかねもう不安どころか、まあ、やばいなと思うんですけど、実際上はやばい状況でいないと、はいね、既存の政治家の中には、まあ、おられるんでしょうけども、今我々は名前を知らない状況だと思いますけど ね、まあ、ね、だから本当に新たなね本当にきちんと日本を考える政治家が出てきてもらいたいと思うんですけど、だから今ね、うん、いろんなネットも含めて取り沙汰されて名前の上がってる人は、うん、まず皆さんあの、うん、なられないと思います。まあそうですね、私もそう思います。はい、まあ、あの強いて言えばね、あの上川さんがね、陽子さんが、うんうん、あのその後を継ぐとと言われてますね。ただ、まあ、ワンポイントリリーフみたいな、うん、あれはでもアメリカの一番のお気に入りっていうか、ね、そうですよ、民主党の、ね、うん、議員の下で、あれも面白いですよ。だからね、ナンバー2にあるでしょ、林さんでしょ、だからねこの外務大臣は親米のねナンバーワンの、あのがあっち行ったり学校行ったりしてね、一番本当はアメリカのあれは上川さんっていうね噂よく聞くんですけど、親中ナンバーワンのね林さんが政権のナンバーツーになってるわけですよね、うん、これ、うん、これよく現れてるなと思いますね、あのグローバリズム政府としてのあの、まあ、岸田さんはね親中親米が矛盾しないというところなんですよね、これ、うん、あのおっしゃる通り親中と親米はね、はい、あの今の情勢のもとにおいては矛盾しないんですよ。そうなんですよね、なんか、うん、だからねこれいやもう大変なことになってるんですけども、だからそれが両方ともね、あの、まあ、両方ともっていうのは変ですけど 敵対っていうのは変ですけど、うん、国民の利益に合致しないという、ね、そこなんですよ、我々にとっての悲劇はね、うん、もうちょっとこう冷徹に今の世界の状況をね見て、あの確実なねあの政策を一個一個やってくれるところが本当はいいんですけどね。それはねおっしゃる通りなんですけどね、はい、誰も考えてないです、少なくとも岸田政権は ね、 だからロシアにね、うん、いや北方領土問題はもう終わりましたって言われてもね、そうラブロフに言われてるんですよね。だからね、バカがってね本当に向こうもねあの おちょこってるとかいじめてる、いや、まあ、おちょこるぐらいならいいけど、だってはっきり言うとこの原因作ったのはこっち側ですからね。そうです、そうです、だからわざとそんな、まあ、実質上の大した、ね、あの制裁じゃないとか言われてるけど相当なんかやってる感じで、ね、結構やってますよ、やってますよね、なんか、だからそこで結局ここまでやってね、エネルギー あの相手でもそうだし全部自分の道となしてねバイデン政権くっついてるって感じですのでね、これ、まあ、そういう意味では来年は、トランプ、まあ、いわゆる大統領選あるいは台湾の総統選挙、それから、ロシアもそうでしたね。ロシアの3月ですね、まあ、これは間違いないだろうって、ね、もうそれは全然間違いないです、あのいうことなんですけど、あのもう一つ言うとインドが26年ぐらいで、GDP をと日本を抜くんじゃないかとか言われてますけども、あのもうドイツに抜かれたんですよねこの間、日本はそうですね、はい、どんどん抜かれるんですけどね、これもなんとかした方がいいと思うんですけどね、うん、はい、そういう経済の問題も、もう結局なんですかね、日本の自民党政府ってのはアメリカにとにかくくっついていこうっていうことを考えてるんですから、ずっともう今あのいやもうそれは岸田さんはもうそれに舵を切ったとか、うん、それを決めたから、うん、はい、アメリカが言う間にお金を出してると、うん、そうですよね、何でも日本がお金出すんだとにかくアメリカに言われたことをついては、ね、うん、なんかこう領主様に年貢米を納めるね、あんと何でも言うこと聞くお百姓みたいな感じでね、へい名主様って感じでね、何兆円ですかって出すってことなんですけどこれ
なんとかね、する意味でもね、何か大使がお考えになってるような、そういう方策って何かありないですかね。そういうのはね、今の現実のね、うん、政治の閉塞感を、うん、まあ、打ち破ることには直接はね、うん、役立たないとはいえね、うん、お金を、うん、の価値が変わってくると、と、うんうん、いうか国民がね、うん、お金を第一に考えなくなると、うん、行動においてね、うん、今そういうのがポツリポツリ現れてるんですね、うんうんうん、例えば引きな例で言えばね、うん、自然農法とかね、はい、なんとか農法をやりながらね、はい、まあ物々交換に近いこともやっておられるわけですよね、はい、うん、だからあれも買う方もね、うん、非常に、スーパーで買うよりも何倍ものお金を出すわけですね、うん、にもかかわらずその体にいいもの、うん、免疫力を高めるものを買うと、うん、だからそこにね、まあ、経済学がこれまで想定してきたね、人間の経済的行動のね基準が変わったと、うん、でそういう意味で私はお金の価値が変わってきたと申し上げてるんですけどね。大きいですよね。だからね、世界に関わる問題ですからね、これ。そうなんです。だからこれがもっと広がっていけばね、うん、お金じゃないんだよと、うん、当たり前のことなんですけどね、はい、日本は高間原の昔からね、はい、お金じゃないんだっていうことは分かってるんだけども、はい、そういうことですね、はい、ですからね、例えば米作、うん、もっと米作を進行すればいいんだよね、はい、パンを食べちゃいけないっていうわけじゃないでしょ、うん、だけども今はそういう自然農法とかね、うん、売られているパンは全部国産小麦、うん、わざわざ断ったの国産小麦、うん、だからねそういうふうにして、うん、まあ、各国がね、日本だけじゃなくて各国がこれから自衛していく、そうですね、自衛していくっていう、うん、2024年以降はね、うん、それが顕著になるだろうと。そうですね、うん、いや、おっしゃるようにそういう意味で言うと農業とかね、でも今岸田内閣がやってる農業潰しやってますから、今そうです、そうですよね、本当に。だから我々の国のあいつの逆のことをやればいいっていう、ね、そういうことですよね。だから農業には本当にね、育てるためにはお金必要なんですよね、うん、さっき言ったようにでコストも必要なんで、やっぱり青年たちが農業をやっても飯だけは食っていける、そういう状態にしていかなきゃいけないですよね、これは。だからね、今地方に対する移住とかね、うん、結構そういうのが流行っててね、うんうん、結局先ほど申し上げたことか忘れましたけど、うんうん、政治面経済面の記事ってつまらないでしょ、はい、と既存メディアで私はね、面白がってっていうか、うん、興味深く読むのはね、うん、地方版とかね、うん、東京だと東京版でね、こういうそういう動きですよ、うんうん、あるいはその移住してくださいっていうね、はい、各自治体が呼び込んでる、うん、でその、うん、なんていうかその魅力のポイントをね、うん、説明してる。だからね、でこんだけ便利になればね、みんなもうインターネットでね、うん、やれるんですよね、仕事ができる、はい、で交響楽の音楽聴きたければ簡単に聴ける、うんうん、そうなると何も都会にいる必要はないと。そうなんですよ、こういうことになるんでね。だからね、その一極集中の弊害っていうのはすごく多かったじゃないですか。多かったですね。だから鉄道もいらないや道路もいらないっていうね、うん、全くこう、全て全国過疎化して大都市に集中させるってね、これで大地震が来たら、まあ、これ専門家の国土学のね、大石さんって方言ったけど、東京に今震度7、8の来てやったら本当に日本中全部壊滅する、うん、集中しすぎてる。だからいろんなところにこうみんなが住んでるっていうのが実は防災減災、はい、あれなんだけど、本当にこのただ効率だけでね考えてやってるっていう、見直さなきゃいけないっていうかですね、もうだからそういう意味ではね、もうその国民の方が、うん、気づいた国民の方が見直しを始めてる、はい、ということなんじゃないかと思います。うちの仲間のね国盛仲間っていうのがいるんだけど、北海道からあそこまで農業のねあれをみんなでちょっとね、うん、まだこれはお遊び程度なんだけど、はい、こういうの始めたりしてる人たちが、無農薬の米をみんなで作って、うん、お互いに配り合うっていうかね、だから少し値段高くなるんですよ、もちろんやっぱりどうしても、だけどそういうこととか、ごぼうとかですね、今、石垣島のもずくとか、うん、最高級品をお互いにこう綺麗なね、そうなんですよ、みんなでやり、そういう形のやり方でね、そういう意味でのつながり作っていく。だから
専業 農家になることはなかなか難しいし、あれだけどそういう人たちと共にね学びながらっていうね、あの地方のネットワークを本当作っていかなきゃいけないっていうね、あのなかなかおっしゃるように、まね、そういうの見た時ね、足に血のついた人生っていうのが出てくるんじゃないかっていうね。おっしゃる通りですよ、はい、だからまさにね額に汗してね、うん、あの働いてね、うん、その土地のありがたさっていうのかな、はい、あのというものを直に感じるとそうです、ね、いうことでしょうね、はい、だからそういうことから言えばね、なんか話は飛んじゃうようですけど、日本というのは、うん、日本の列島、うん、国土そのものがねそういう神の恵みをね、うん、いただいた国であると、いや そういうことの認識ですよね、うん、いや本当にねおっしゃるように、ついこの間そのインフラ崩壊っていうので討論やったんですけど、うん、あるこのあの水のあの専門家の方は日本列島ってのは他の国ないって言うんですよ。全部こう列島の真ん中に山脈がずっとつながってるんで、うんうん、何かって言ったらそこから川が生まれる、うん、そうすると水がそこから全部流れる、うんうん、こんな素晴らしい国はないっていうね、水の供給豊かだしね、天然のインフラがあるのに、ね、そうなんですよ。それをね壊してね、うん、土地集中にあの都市集中をやってきたのがね、うん、あのなんですよね、まあ、おそらく戦後始まったんでしょうね、あのまあ、列島改造論はそれ典型かもしれませんけどね、うんはい、でそれを元に戻すということだと思います。それもね我々びっくりしたのはその日本の 地産地水の治水ですね、これがねなんと9割江戸時代までにほとんどできてる、うん、あの江戸川とか利根川とかああいうこれ全部含めて全部大名に強引にやらせたって言ってるけども、うん、ほとんど治水状態を江戸時代で作っちゃってる、うん、我々はあと補修するような形でしかないっていう ね聞いてびっくりしたんですけどね、うん、あだからそういう意味で言うと我々の先祖っていうのはちゃんと子孫のためにね何十年100年先を考えながらいろんなこともやってくれたっていうね、うん、ここが我々のところ今ないんで、今だけ金だけ自分だけみたいなね、そこを戦後のあり方変えるっていうのは一つのあれですね、そのグローバリズムからの脱却と同時に今おっしゃってたそのね、今その農業にしろ何にしろもう一回日本人のあり方を、そうなんですね、どうということですね。だからその時のね、はい、まあこれは保守とは何だということにも、うん、私なりの定義にも行き着くんですが、はい、結局その土地そのものもね、うん、神の恵みであり ね、 そ, うですよね、それから当然我々もね、はい、それは古事記を読めば神々の子孫であるっていうのが分かるわけですね、はい、でその我々のトップにいらっしゃるのが天皇陛下であり皇室だから、はい、これはもちろん神々のこの正統を伝えておられる方々ですよね、はいはい、と日本はあの国土もそれから国民も、君主もみんな神の子孫であると、そうなんですね、こういうことがね結局最後我々は行き着く、日本とはどういう国なのかと、そうなんですよ、ということを行き着いてね、結局それに気づく、あるいはその、まあ、システムっていうのかな、うん、そのもうすでに与えられた、うん、いることですけどね、感謝ですよね、それに対して感謝してそれを守ると、はいはい、これが保守の真髄であろうと、いや、私は思うんですね、はい、おそらくねあの、うん、チャラル桜もね、うん、あのそういう保守というものを目指しておられるんだろうと、うんはい、そうですね、これは全くその通りで、ええ、あのやっぱりあのいろんな国からね、あのいろんな国の、ね、人々がねあの入ってきてね同化して、うん、それでさっき非常に大事なことは日本人になってるんですね、そうあのだからいろんな国から来るのはもう間違いなく、うん、我々はある意味で言うと縄文と弥生の混合でもあったし、うん、そこから以降も中国やあれからそれからもっと言えばユダヤだってね、こっち来てるって形で、いろんな人が混ざってるけどもみんな日本人になって日本民族を形成したっていうね、この凄さですよね。それで独自のハンチントンじゃないけど独自の文明文化を築いてきた、これはやっぱり今あの我々もう一回誇りを持ってね見直すべきだしだと思いますよ、はい、一番学んでもらいたいのは政治家たちにね、まあ少なくともこの本もねちょっとな正月休みにねちょっとこれ歯応えはある本だけども少しね真面目にね半日でも一日でもかけてねしっかり読んでもらいたいと思いますけどもね、だから原点でね書いていただいて、はい、そうですね、何のために政治家になったのかと、
そうなんですね、そこを思い出してもらいたいと思いますけども、どうですか、よく、これ最後の冗談みたいな話ですけど、今年清水寺のね、あれがお坊さんが書いた字が税という字だったって、大使だったら何どういう字書きますか、今年は。いろんな乱とかいろいろ戦争の戦とかね、いろんなことがあると思いますけど、いやそれはねちょっと、思っていなかった質問なんでね、突然で申し訳ないんですね、まあ、強いて言えばどうですかね、もうその愛というのはね、これ日本語じゃないんでね、こっちの 愛情の愛ですよね、だから慈しむっていうことですかね、慈しむ、そうですね、慈愛の慈愛の字ですね、慈の方、慈しむいい字ですね、あれもね、それ、はい、ですね、もし何か一言書くとすればね、そういうね世界にね、私たちの国は本来そういう世界で、ね、そういう国なんです、はい、というのことで今年もいろいろ本当に目から鱗の話含めてですね、大使からいろんな話を伺いました。今年も本当にありがとうございました。また来年もまたよろしくお願いします。こちらこそ失礼いたしました。皆さんいいお年をお迎えください。